どうもどうも、マシです。ジョークです。はい、始まりました。今日はですね、春何が来たいですかと、視聴者さんに聞いたところ、いろんな意見があったので、視聴者さんの欲しい服を順番に紹介していきたいかなと思います。2月に入ったということで、もう冬物っていうよりかは春物にもちろん変わっていくとは思うんですけど、みんな何着たいか気になるとは思うので、うん、僕らもすごい気になるので、確かに。結構まあ20件いかないぐらい、みんな言ってくれたんで、それを順番にね、はい、ああ、確かに、みたいなテンションで答えていきたいと思います。はい。やっていきますか。はい。マーシーチャンネル。じゃあ、ガクが送ってくれた内容を順番に読み上げてくれるので、それを一個ずつ紹介していきますか。アディダスのトラックジャケットと、レイヤードしたいので、リンガーティーと、テーラードジャケット。ほう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 、欲しいもの盛りだくさんやね。ね、いっぱいありますね。トラックジャケットはもういつから人気ないの？もうおととしぐらい、もっと前。急に上がったもんな。ね。デサントの動画出してから DM でデサントの問い合わせというか、本物ですかみたいな、うん、めっちゃ届くぐらい多分みんな欲しいんやろうな。店の方にも来ますもん、DM が。来るね。来ます来ます。テーラードは俺はあんま着んけど、ガクがすごい。よく着てるイメージだな。まあそうですね。テーラードは僕も春ちょっと行きたいかな。ラクが欲しいかな。テーラードちょっと大きめがいいんかな。僕は大きめで着たいです。うんうんうん。レイヤードしたいのでリンガーティー。あ、リンガーティー。うん、リンガー去年めちゃくちゃ売れておりましたが、今年も人気になりそうですが、去年サッカーシャツめっちゃうちだったら売れとったけど。そうですね。けどリンガーも結構売れてるイメージですけどね。うん。リンガー以外にサッカーシャツとかもおすすめなんで。うん。僕は。一切来ませんが、リンガーは多分入りますよね、今年も。うん、今年も入ると思う。うん、古めの70までかな、うん、そんなめっちゃ古いって言わないですけど、70から90年代のリンガー入れるんで、うん、ぜひ。はい、デニムジャケット。おお、うん、デニムジャケット欲しいよ。これもなんかもう一着ぐらいいいの欲しいなって思うんですけど、うん、まあそれに合わせてうちめっちゃ今入ってるもんね。デニムジャケットうちも多いですね。うん、昨日それこそね、デニムジャケットの動画あげたんですけど、こんな着回しできると思うんで、うん、まあ中でも個人的にはやっぱリーバイスのパンツが多いんで、リーバイスがいいけど、うん、E もかっこいいし、ラングラーとかはガクより結構好き。そうですね、僕結構ラングラー好きで、うん、まあ持ってたんですけど売っちゃったけど、うん、ラングラーとかも結構俺おすすめかな。うん、ブラックデニムのジャケットとかもかっこいいんで ね、まあ、ブラックはうち一着もありませんが、うん、春着るとかっこいいと思います。うん、はい、やずっとやな。モヘアね。うん。個人的にはカーディガンもいいですけど、プルオーバーのモヘアちょっと欲しいな、僕も。持ってるじゃないですか。持ってるな。持ってるけど、違うやつ、ね。違うやつが欲しいな。V ネック持ってるんですけど、クルーネックのモヘアとかあってもすごいありがたいかな。重ね着がすごいしやすいというか、うん、カーディガンもかっこいいですけど、僕もモヘアやったら、ちょっと被る系のプルオーバーのが欲しい。欲しい。ガクはカーディガン。まあカーディガンかな、うん。入れたら、そうです、ね。入れてきます。はい。レザーベスト欲しいです。レザーベストか。今ベスト欲しいんですけど、レザーではないんですけど、チマヨ系のもう一個違う系のベストが欲しくて、全然レザーとは話が違うんですけど、うん、やっぱ春先になんか重ね着したいなと思って、夏になったらもうレイヤードや暑くてできんけど、レザーベストとかもうち結構入るんで、うん。なんなら今結構いい感じのあるよね。あれかっこいいですよね。あれかっこいいよね。ぜひインスタグラムチェックしてみてください、はい、かっこいいのあるので。うん、次、ボタンダウンシャツと874ビッキーズ。おお、なんで使いたいんですかね。確かに確かに、まあ、ネクタイとかしたりとか、まあ普通に羽織ってもかっこいいですからね、ボタンダウンは。あとは874か。874、女の子が履いたら可愛いけどな。ね、一時すごかったよ ね、 ね、原宿で、うん、みんなやってましたね。あれは学的にどう？まあ俺は別にあんま好きじゃないかな。そうなんや。874は一番シルエット綺麗なんでね、うん、うちにはないですけど。うん、うん、いい。カーディガンざっくりしてるね。そうですね、カーディガン確かにな。まあ春っぽいな。まああとね、レイヤードで結構使いやすいですから、カーディガン、うん、個人的にはなんか暗めなカーディガンってよりかはちょっと明るめのカーディガンで、うんうん、春カラーを取り入れて合わせるとかっこいいかなと思うんで、うん、季節の変わり目により着たくなるとは思うんで、うん、春先とかそれこそタンクアウスとか確かにかっこいいですし、まだ気温がタートルの上からカーディガン羽織ってとかもかっこいいんで、うん、すごいレイヤードしやすいと思います、うん、なんかいいの見つけてください。デニム
ニムスカート、セブンティーズ好きな子がスカートをすごいレイヤードしてるイメージですけど、なんかエプロンとかをレイヤードでスカート風に使ってる人とかもいたりして、正直しないですけど、まあそうですね。エプロンもよかったら見てみてください。これね、送ってきてくれてるのが女性の子かな。あ、え、そうなんや。そうそうそう勝手にメンズかと思ってた。結構ね、レディースのね、デニムのロングのスカート好きなんですよ。あーね、おしゃれな人が結構着てるイメージがあるので、まあミニスカートももちろんいいんですけど、ロングのデニムスカートがいいんじゃないですか。確かに。次、A4。A4 シャツは僕も欲しいです、すごい。古山市にブラウンが新入荷したんですけど、ブラウンめっちゃ気分で、意外とブラウンの例用って黒ぐらい少ないんじゃない。意外と見んくない。まああんまないですね。トップカラーが多いイメージですけど、なんか個人的にはまあ白、まあ振り切って白か、ちょっと暗めのブラックかブラウンとかの例用が欲しいですね。なんかレイヤードしやすいような、単体じゃなくて。うちにはいろんなカラーの例用があるんでね、チェックもありますし、近くにお住まいであれば来てみてください、ぜひ。僕結構ね、あんまないですけど、古着で。レイヨのパンツとかもたまにあるんで、古着で。あ、あるね。そういうのはかっこいいと思います。パンツも結構見てみてください。次、アンユーズド 19AW のモヘアカーディガン。まあ多分これは僕が言ってたやつかな。まあ違うやつもあるんですけど、これはかっこいいですよね。はい、次。いや、ブレシャツ。おぉ。人気やな、ほんま。オンブレ人気ですね。ほんまに人気やな。ガクはオンブレ持ってる？持ってないですね。オンブレ欲しいなって思ったことある？全く味わえあんまりないです、ね、あんまり言わへんよな。オンブレは俺はあんまり。 YouTube 始めたぐらいの時のセカストバズストア巡りとかさ、俺ずっとオンブレが欲しいって言ったやんか。うん、言ってましたね。当時はめちゃくちゃ言いよったけど、まあ手に入れてみたら意外とそうでもないけど、やっぱ持ってないってなると欲しいっすよね。まあまあかっこいいのは間違いないです。かっこいいっす。まあ王道なアメカジっていうスタイルが組めますが、後ろに見えてると思うんで、スペシャルなオンブレあるんで。ああね、スペシャルが欲しかったらぜひ次、ロンティーの上に着るジャケットが欲しいです。ああ、なるほどな。気分で着たいのはスカジャンかチマヨ系のジャケットが今めちゃくちゃ欲しくて、昨日とかもこんな古着屋さんのインスタグラムを見ててね、うわええなとか思ってたんですけど、タンタケが去年と変わらず着たいんですけど、爪で言ったらスカジャンかチマヨ系のジャケット僕はすごい着たいですね。僕はテーラードですね。ロンティーの上にちょっとラフにテーラード着たいかな、シャツ中入れるっていうよりかはテーラードはロンティーで合わせたいです、ちょっと派手しっぽくてっていうと今日シャツ着てるんですけどそういう日もありますよ。そういう日もありますよ、はい、じゃあ次、気分がね、はい、チェックシャツ。チェックって言えばやっぱ結構秋冬のイメージですけど、春先にやっぱカラー着たいってなったら古着で一番多いんじゃないかな。ストライプよりチェックのアイテムが多いようなイメージがあります。そうですね。なんあ、もう良くないから大丈夫です。あんま良くないことで笑ってるんで。あ、気になる気になる。USA のツアージャケット。おお。スーベニアとかそっち乗りですよね。でも意外と自分にハマるやつがないですよね。ね。やっぱ一番気になるのはサイジングが気になるとは思うんですけど、絶対オンラインで買うってよりかは手に取って袖通してみて。で、自分の持ってる服とどう合うか考えながら買う方がいいですよね。腐るほどありますが、ドイツジャンは結構おすすめかな。かっこいいと思います、いや、そんなスカジャンほど高くないじゃないですか。スカジャンなどと値段が一気にグンと上がる。バンって上がるね。手頃な価格やったらコリジャンとかも。あ、確かにコリジャンはちょっと安いな。そうやな、まあ怖えし。確かにデザインよね、なんか U が多いイメージやな。なんか確かにジャムにありましたね。あったあったあった、ね、ATP。今もうデサントが上がりすぎちゃってるんで。確かに。やっぱ僕は ATP の方が好きですね。トラックやったら。襟ない方が好きです。なんかちょっと光沢感あるアイテムって、春先に着たくなる。それこそスカジャンとかのサテン生地とかもそうやし、ATP のポリコットンのポリエステルがすごい強い生地感とかも、デサントには内容差がありますしね。すごい春に着たい気分がわかります。スウェードのアイテム。わー、スウェードな。去年の春は、スウェードめっちゃ着たかったんですよ。それアルフローレンのあのスイングトップのスウェードとかめっちゃ欲しくて買い付けて、それを結局売っちゃったんですけど、スウェードのトラッカータイプのジャケットとかもかっこいいですし、スウェードのなんかパンツとかもかっこいいですけどね。スウェードのパンツかっこいいですね。全然話変わりますけど、茶系のパンツが欲しいですね。めっちゃ話変わる。スウェードの太いパンツとか欲しいですね。だからあんまないですよね。あんまない。
ない。レザーで太いのは。半丈のレザージャケット。素手で、かつ、うん、オーバーすぎなかったら、春先にジャケット感覚で着ると僕はかっこいいと思います。全然着れますしね。うん。レザーでもオーバーなアウターとして使うやつと、インナーとして使うレザーとかも。確かに。2つぐらい、2種類あったら。うん。分けて使うといいと思うので。薄めのレザーのトラッカーとかあったらかっこいいですけど。確かに確かに。まあ、襟付きスポーツジャケットのレザー、そっち系がすごい、個人的には春先にかっこいいかな、うん、と思います。はい。次、ラコステのカーディガン。おぉ、めっちゃ上がっとったっすけど、うん、結構落ち着いて。60年代ですらめっちゃ高かったけど。高かったですね。うん。やっぱアクリルはすごい、タンクの上からも着れるんで、うん、モヘアとか、アルパカとか、そっちに比べたら着やすい、うん。ラコステはアクリルのイメージ。アクリルじゃないですか？もうほぼ。うん。しかも、カラーもいろいろあるんで、うん、めっちゃいいと思いますが、まあ個人的には、糸巻きタグの70年代着てるとテンションが上がります。うん。青縁とか、80年代とかのアイテムってよりかは70のラコステが、今後また誰かが急に来たりして上がる可能性があるんで、うん。はいいかな、と思いますね。ベースボールシャツとロンティー。ほう。僕野球やってたんですけど、全然、野球やってたからベースボールシャツ欲しいとか思うわけ。そこじゃない。うん、自分がやってなかったスポーツの服着るのなんかちょっと抵抗悪くない？もう別に、ほっとく。あ、そうなの？俺サッカー着んだけどね。あ、それは理由でですか？知らんから。ああ、そういうこと？全然知らんから。ミーハー感が僕が着たら強くなるから。あ、ね、まあ好きやとかやったらまあわかりますけど、確かに。確かに。スボールシャツか、ええー、こと聞いたような気がするな。いいのがあれば。そうですね。うん。ラストかな？うん。スカジャン。うわ、出た。スカジャンあります、うん、僕とガクも言っておりましたが、スカジャンってまあなかなか自分にはまるやつないですが、本当に2人が心から恐れスカジャン、うん、今これ月末イベント中に撮影しておりますが、何言いながらなくなっているかもしれませんが、うん、ほんまにやばいなこれは。そうですね、マジでかっこいいんで欲しいって言ってるそこのあなた、これはオンラインでは販売しないので、うん、ゴートビジネに来たさい。はい、ぜひ。以上ですね。どうでしたかね。まあ、なんか春に欲しいもの聞いてみたら、なんか割と個人的な感想ですけど、まあちょっと似とるなっていう感じでしたね。なんか僕も、ああ、確かに確かに欲しいと思うアイテムだったので、個人的にアイテムで絞らずにカラーで言うと、まあ、茶色がなんか謎に着たいですね。秋カラーではあるんですけど。ああ、ずっと言ってますね。うん、ずっと茶色だし、茶色のパンツ欲しいし、茶色の革靴欲しいし、ガクの前のスウェードのね、ハンチング売れちゃったけど、あれ売れてからやっぱあれかっこよかったな。茶色の帽子も欲しいな。すごい、ナイロン系が一個も来なかったんだ。ちょっとびっくりです。それこそアークとか、うんうん、なんか欲しい人いるのかなと思ったら意外といなかったです。僕は春に欲しいのは、僕は結構そっち系かな、うんうん、あとまあカーディガン、うん、ベスト、小物かな。あー、なるほど、うん、夏に向けてね。これを見たそこのあなた、見た商品買ってみてください。あるかわからんけど、ちょっとでもええなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた、ビュー。ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラム、チェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに、ビュー。